こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、クリームシチューを作りたいと思います。今日はですね、こちらのルーを使って楽します。やっぱ冬といったらね、クリームシチューですよね。茶色いビーフシチューもいいんですけど、こっちの白い方が冬って感じがしませんか？私だけでしょうか？で、今日はね、牛乳じゃなくって生クリームを使います。より濃厚になるかと思います。じゃあ、作り方いきたいと思います。まず野菜を切ります。玉ねぎは細切り。じゃがいもは乱切り。にんじんは乱切り。はい、お鍋に油をひいて鶏肉を炒めます。鶏肉の色が変わったら玉ねぎ、じゃがいもと人参、焦がさないように炒めます。炒まったらお湯を入れます。じゃん、ブロッコリーが冷蔵庫にあったのでブロッコリーも入れます。彩りも良くなりますね。こっちで茹でます。軽くアクを取ります。私アクもね、味かなと思ってるからそんな取らないんですけどね気になるやつだけ。で、野菜が煮込めたら火を止めてルーを入れます。ルーを溶かします。溶けたら時々かき混ぜながら5分くらい煮込みます。ちょっととろみがついてきたらここで生クリームを入れます。とろみがついたらちょっと塩コショウとかで味を調整します。砂糖いったら大体味がいい感じになるので入れます。美味しい。最後仕上げにじゃーん、ブロッコリーをのせます。じゃーん、完成です。いただきます。ブロッコリーの彩りもいいですね。うん、うん、あークリームシチューいいね。冬って感じ。味付けもいいわ。ちょっと胡椒が効いててめっちゃ美味しい。なんか私さ、昔よくさ、バカの一つ覚えみたいに黒胡椒をさ何にでも入れようった時があったよ。でホワイトシチューに入れた時、シチューとかグラタンは白胡椒のがいいよってコメント欄で教えてもらって、それで今日は白胡椒にしました。美味しい。香りがいいですね。うん、うまい。ご飯と合うんだ。でも一生あって粘度があるから冷めない。だからいいんだね。ちょっと味を濃いめにしたいの、塩とか。ニキビパッチ今日も貼ってます。4つニキビ、あ、もとい吹き出物ができています。いや、なんでかっつったらさ、理由があるんよ。私ね、ピルをやめたので、まあやめたっていうかさ、最初はさ、なんか飲み忘れとったんよ。あー、飲み忘れたわと思って、まあできるだけなら私あんま薬は飲みたくないんよ。サプリと漢方はいいんやけど、そういう科学的なものはあんま取らんようにしとる生活をしたくって、でピルはちょっと試しにやめてみようと思ったんよ。で、やめて先月は結構調子良かったんよ。元気いっぱいあったし、ニキビ、あ、でも
できてたかな。いや、ちょっとわからないけど、でも今月ほどじゃないね。今月ね、すごいひどくってニキビポンポンポンってできて、やっぱりピルやめたらさ、肌が荒れるんだね。でもね、ちょっとね、今月ぐらいまでは我慢しようかと思っとる。で、来月もこんな感じやったらもうやっぱピル飲もうかなと思っとるけど、そうそうそう。熱っ熱いんだけど。珍しく長袖着てしまったけど、暑い。どうかな、めっちゃ暑い。下もね、タンクトップだから別に大丈夫なんよね。はい突然の夏暑いんだもん。クリームシチューやけ冬らしいものやけ長袖がいいかなと思ったらさ、やっぱクリームシチュー温まるものやけさらに暑かったね。外で食べるのはいいかもしれんけど、うん、ずっと暑い。この鶏肉も美味しい。うん、野菜もちゃんと柔らかくなっています。ちょっとご飯入れてもいいかなシチューご飯にしてもいいかな。うん、やっぱりシチューご飯でしょう。めっちゃ熱い。どんな汗かいてきた。でも全部入れたらめっちゃ柔らかくなるからこれくらいしとこう。あー大好きこれ私は子供の頃からシチューご飯にしてました。絶対うまいやん。なんでシチューご飯否定派の人っておるん。絶対美味しいやん。うん、なんかな、貧乏臭いなーって感じなのかな。だから否定派がおるんかな。貧乏臭くてもいいじゃん、美味しければそれでねって思う。あと人に迷惑をかけなければ。シチューご飯が人に迷惑をかけますか。かけないですよね。はいいけるかな。キノコも入れてもよかったね。そうや、キノコで思い出した。木下さんさ、ナチュラルな生活を送っています、キノコも生で食べちゃいますって言った動画があったんですよ。でね、このコメント欄でキノコは生で食べたらやばいよっていうコメントがあってね、キノコってさ生で食べちゃいけんのやね。それからはね食べてない。ちゃんと火入れてバター炒めとかにして食べてます。でもね、生で食べた時に一回もお腹痛くなりませんでした。いや私マジで多分ね胃袋は鉄なんやと思う。でも本当ね、キノコが安全かのような誤解を招く発言をしてしまって申し訳ございませんでした。ちょっとそれはダメなんで、みんな生で食べないでください。私も生で食べても大丈夫だったけど、これからは生で食べません。何にもなかったよな。しかしちょっとお腹おかしいなとかもなかった。うん、キノコって生で食べちゃいけんのやね。なんでいけんの。あー、キノコを生で食べちゃいけない理由は2点。1点目はそもそも生で食べてもあんまり美味しくないこと。美味しかったよー。で、2点目は食用とされているキノコでもわずかに毒素や有害物質を含んでおり、生食すると下痢や腹痛など様々な食中毒症状を引き起こす可能性があるとのことです。大丈夫だったよーまあでもダメってことです。ダメ。そしてそもそも美味しくないらしい。美味しかったよー。なんかご飯入れたらちょっと味が薄くなった。そんな時のこの人です。うん、美味しい。白胡椒さんありがとう。うん、あ、メールが可愛かったのに映ってない。毛づくろいしています。メルちゃんメル、ちょっと尻尾で返事する。最後の一口です。うん、完
完食でーす。ごちそうさまでした。クリームシチューめっちゃ美味しかったです。市販のルーを使ってもさ、自分でさ、こう味付け変えたりしたらさ、自分の味に仕上がるからいいですね。いやー、今日はさ、結局暑くてさ、セーター脱いでしまったんやけどさ、これからの寒い季節さ、いいですよね。まあ YouTuber の動画っていうのはね、だいたい先取りのものが多いですから、皆さん今日私のこの動画をね、見てね、クリームシチュー食べてみていただいて、あれ大体さ、まあ、しかもあれや、私の動画はさ、あのね、撮影しから大体2週間後ぐらいなんよ。あの公開がね。だからちょうどいい頃かもしれん。私この動画が公開の頃には。なので、皆さんもクリームシチューぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、ぜひぜひコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。明日も世界中のみんな美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートの進め。最近さ、これを最後噛まずに飲めるのがすごいっていうコメントをいただいて嬉しかったです。ありがとうございます。でもたまに噛んでますバイバーイ。じゃん、これって紹介したっけ、してないと思うんだけど、あのこれはですね、グッチのあのスマホを入れるやつです。ほら、こういうやつ。そうで、めっちゃこのさ、コアラ可愛くない？あのね、これ私グッチのお店の人が、これは日本にあんまり入ってきてないやつですって言っておすすめしてくれて、私はそういう言葉にすごく弱いので、いいですね、教えてくれてありがとうございますって言って買いました。で、なんかね、ちなスマホを首から下げるやつがね、欲しかったんだよ、ずっと。で、可愛いよね、コアラ。なんかさ、グッチってさ、マジでいいよね、いろんなものがあって。で、これは、あの、宮古島で買った、あの、エイリアンみたいな人形だね。もう、もうけけ。